まず、ね、毛束をこう指で持つでしょで持って、あの自つで今わかるる見え地肌とアイロンの離れている距離と指の離れている距離、大体同じぐらいでしょでこれで同じぐらいだってことは、指が熱くなかったら地肌が熱くないってことだよね。見える録画されてるそもそも。ねこのまあ、指にこう近づけて、アイロンを指に近づけるじゃない見える、まあ、その時指が熱くなかったら地肌は熱くないってことね。だからこの指と アイロンと地肌の距離、アイロンと地肌の距離、あと指とアイロンの距離ね、これをこう常に見てるっていうの、ほんで、指が熱くなかったら地肌が熱くないから、もう2秒でも5秒でも、1、2、3、4、5ってね、いくらこれ、今、アイロン冷たいけどね、いくらでも我慢できるってことね。で、今まではやっぱりさ、こんなっでさ、こんなっで1、2、3、4、5なんてやさり、さっゃちょろちょろちょろ、ちょろ、あっためる、冷ます、あっためる、冷ます、あっためる、冷ますでさ、いくつになったってさ、温度の上がりっていうのは遅いよね。はい がね、フラットなアイロンを使っている方は、ね、これやると、ね、蒸気が、ね、まともに指と地肌に来て、ね、無理できない。<laughs> まあこういうのも、ね、慣れの問題で、ね、地肌とアイロンを 8mm ぐらい離しただから指もまあアイロンから 5mm ぐらい離して指が熱くなかったら地肌は絶対熱くないってことだよね。あと、ね、ツインブラシ使う方、ね、ツインブラシで使う方はちょっと指で測るとか何もないからね、まあ、そういう方はまあそれで好きにやってというしか言えないよね。 宿毛矯正をいかに早く終わらそうと思ったらいかに早く180度で2秒間加熱して髪の毛の温度を180度に近づけるかってことだよ、ね、でやっぱりね1箇所じっくりね動かずに加熱するのが一番早いんだよねだから今までねうちの動画見てるとちょろ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 ねアイロン動かしたけどやっぱりあっためるサます温めるサま,ますってこんなことやったらさやっぱ効率悪いよねやっぱりじっと我慢してるのがベストだよね 皆さんどう思うかね？はい、好き勝手にやっていいですよ。はい、お疲れ様でした。